皆さん今日もこれやめて、もう今日これです。ちょっと嬉しいことがあったから今日これです。もうお花が伸びちゃって、はいはいはい、はい、これお花だったの。もちろんなんかスケート俺してるのかなと思った。それはこうです、新車が本日、はい、10月吉日入りまして、先輩がいつも言うやつね、はい、2214、はい、2022年の14代目の、はい、そうです。あれ今日先輩じゃなくて、なんで翔子ちゃんが私が担当する車両にこの度なるからです。そうなんですか、はい、2810だったのが、2214に新車になって、はい、同じいすゞさんのヘルプになるんですけど、はいはいはい、いろいろ装備が、安全装備がついたりとか、大きさとかはほとんど変わらない、ベースはもうほぼほぼ同じで、はい、それでは参りましょう。どうぞこちらでございます。こちらが玄関となる、住宅紹介じゃないですよはい、こちらです、はい、まずこのエンジン音が2分の1ぐらいです、はい、あ、エンジン音が静か、うん、なんか全然静かな気がします、はいはいはい、もうすごくこうドゥルンとこうかかりますし、この辺のボタンが少し増えてて、スマートアシストがついたりとか、はい、こちらにございますのがセンサーでございます。巻き込み防止、はいはいはい、ウィンカーとか出したらもう作動したりとか、はい、車間距離を感知したりとかっていうのが、この前にカメラがあるんで、そこをなんかゴシゴシ拭かないようにと、はいはい、この自動ブレーキとかもこの子が見てくれるらしくて、まあ、いつもの AI とかはついてるんですけど、はいはいはい、ルームカメラ AI はついてるんですけど、はいはいはい、この子プラスさらに守られるんで、はいはいはい、SP みたいなもんローダーピンもこんなに綺麗なんですね。ローダーピンってこんなに綺麗なんだと思って、はいはいはい、まあ、穴もねとてもスムーズなの、入りやすいけど、ここがねちょっと硬い、うん、全然バカになってないらしい、なってらっしゃらないから、とても硬いわ、はい、煽りがすごい綺麗、めっちゃ寝れるすごいつらんと落ちてきて、フックが増えたのと、こちらにフックがついたんですよ、はいはい、はいはい、これフックは何に使うんですか。これはあの、上につけるトラックシートを止めるゴム、使いやすくなってる、あ、止めやすくなる、はい、この四角が3つあるんですけど、はいはいはい、ここにもうホークが行ったり、はいはいはい、レンズが入ったりっていう、今ではローダーするかダンプしないと取れなかったりとか、私はスコップを一番使わないと思って取れて、やっぱちゃんと横から取れるんですね。取れます。あと、ここがですね10メーターのホースです。一番、あの、現場で使うことが多いホースね。このまっすぐだったんです、ここ、はいはいはい、だからローダーするかダンプしないと取れなかったのが、うんうんうん、今のはもうそのままで取れるようになったので。本当だ、横がなんか削ってある、うん、そうそうそう、削ってくれ言って言うたら削ってくれた。あとは、はい、2811では1個結構こんなに角度空いてなくて、はいはいはい、まあ、結構後ろがグッとやりにくかったんですけど、はいはいはい、まあ、それがこんだけ開いとったらやりやすい。 ここのゴムとかもかけたり、うん、内側もここにもあるんで、はいはい、あ、内側にもフックが、はい、横にもね、4トンはもう1個2個ぐらいでよくて、はい、狭い現場とかもお尻だけ入れたりするんで、はい、ここは後ろ気味に材料を積むから、はい、後ろにはもうしっかりフックが欲しいところ、ここにも1個、はい、2個、3個あるんで、でここに3個と、はい、まあ、このステップなんですけど、こことかこことかも引っ掛けれるのでいいね。はい、今ざっとギュッと、はい、お伝えして、使い心地とかはまたおしゃべりしながらお伝えしようと思うんで、はい、明日から早速この2214のニックと一緒に、はい、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 運行になっているので、はい、常時からニックに、はい、荷物をね移動させて、はい、ニックもちょっと中軽く拭いたりして、はい、ではやります。はい、頑張ってください。一緒、でも私にとったらどれも全部ラウンドクルーザーと一緒
汚れると嫌だからね、段ボール。いいよ。収納スペースはそうですね、変わんない、増えてもないし減ってもないしかな、多分。なんか車買ったみたい。いや車買ってもらったんだけど、いやなんかこう自分が車買ったみたいだなって。これが左に置いとく。ちょっとあの雨の日にね、雨のまんま拭けるケミカルスポンジでね、雨の日の大気の時にさって拭いたら綺麗になる。あはもう100均はもう高いから実家の台所から持ってきます。